じゃあ日本人が結構海外に対して憧れてることってやっぱりいっぱいあるんですけど、うん、そう、はいはい、例えば私の場合、うん、結構生活雑貨がおしゃれに見えるというのがあって、うんうん、例えばその私輸入雑貨が好きなんですけど、すごい出ました、こういう私あのお茶が好きで、かわいい、これデカフェの紅茶ですね、ヨークシャーティー、イギリスだ。そう、イギリス。イギリス。私も飲んでるよ。本当？うん。なんか寝る前とかね、眠くならない紅茶で。これイギリスですね。とかこれなんかアメリカだこれ。ヨギティ？ヨギティ。これベッドタイム。なんか寝る前に飲む、うん、ハーブティー的な紅茶とか、アメリカですね。でなんかあとはこれなんか今流行ってる日本でキノアですね。キノア。これとか。コロンビアって書いてある、おー、かわいいね、パッケージ日本の裏側、うん、これパラグアイって書いてあるけどチアシード、これ日本で今流行ってます、流行ってますね。とかね、まさにこれなんですけど、これマッシュ、これなんて読むの、フラフって読むんだ、フラフマシュマロクリーム、バニラって書いてるよ、マシュマロのバニラ風味、うん、バニラシュガークリームね、これとかもう見た目が甘い、甘い、ね、見た目がこうもう衝撃的に可愛くてパケ買いしてしまったのですが、ね、結構私の感覚で言うとかなり甘くてびっくりしてあんまり減ってない。でもアメリカのスイートって甘くない、甘すぎない、私それすごい感じるな。そう、イギリスはそんなに甘くないかな、なんかあのアメリカのケーキとかなんだろう、スイートは全部すっごい甘くって、はい、に比べると日本のケーキはちょっとあまり甘くないかなって感じた。そうなんだ、うん、これ激甘だもんね、私たち激甘、なんかお砂糖舐めてるみたいな。え、これどう使うんですか、うん、なんかその教えてください。まあなんかね、ここにもイラスト書いてあるけど、そのパンに塗ったりとか、パンに塗ったりとか見えるかな、トーストに塗ったり、まああとはココアに乗っけたりするわけなのですが、うん、まあでもね、まあ、減ってないんですけど、でも飾ってるだけで嬉しいんですよ、私的には。そっかそっか、可愛いからパッケージが、うん、その、まあ、アルファベットがこういうポップなフォントで並んでるだけでちょっと検討してしまうので。確かに。それって多分、うん、多分というか結構私だけではなくて、うん、あ、わかるわかるね、うん、日本のそうですね、若い女性とかもみんなやっぱり好きだし、ね、うん、だからその日本でカルディとか、うん、その輸入雑貨のお店が結構大人気なんですけど、やっぱり 20,30 代くらいのこうちょっとね、生活に余裕のあるというか、大人の女性だけど若い女性がわんさかいますね。結構いつもね忙しいよね、ね、うん、混んでるよね、いっぱいあるし、混んでる、ね、うん、スニックなものもいっぱいあって、そう、なんかチョコレートとかね、なんか日本とやっぱ違うのが、うんうん、なんだろうね、そういうのに惹かれますよね、惹かれる、うん、そういうお店大好き、私も大好き、なんだっけ、なんだっけ、ソニックじゃなくて、なんかソニック、ソニックじゃなくてなんだっけ、あ、なんだっけ、駅によくあるお店、ソニプラ、ソニプラだ、そう、ソニプラとか、あ、今度沖縄ないかも、ほんと千秋ちゃん沖縄出身です、日本の、日本の南みんなの憧れ、いやいや、私たちは憧れですよ、東京の方が、いやいやいや、そんな、はい、もう、沖縄、もう、ですね、そうそうそう、こんな感じで、はい、かわいいね、やっぱり輸入雑貨が、日本人は大好きです、うん、大好き。あ、でも逆に疑問ですね、その日本の雑貨を高いお金出して買う方もいらっしゃるみたいなので、うんうん、日本の雑貨がこんな風におしゃれに見えてるかもしれない、可能性があるのかっていう、うんうんうん、まあ、また違って見えるんですかね、わからないけど、うん、とか思います。